はい、どうも、トシボーイズチャンネルです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ということで、本日はこちらでございます。はい。最強最悪の闇バイト。はい。はい。ということで、うん。闇バイト、ちょっと前にやりましたけども、はい。結構好評だったこともありまして、うん、またやろうかなという試合なんですけども、はい、っていうか、なんでやろうかなと思ったかっていうとですね、うん、まあ、ね、ネット見てたら、うん、闇バイト、に関するニュースが流れていてですね、うん、それがですね、うん、闇バイト自撮り顔写真で管理100人超送信中学生もっていう見出しで、ありまして、うん、要はですね、特殊詐欺事件で逮捕した男のスマートフォンから運転免許証とか学生証の身分証明書をこう持った人物の写真がブワーって出てきたんですよ、うん、なんか持ち主が持って自撮りしてるみたいな写真が100人超見つかったんですよ。身分がわかるようにちゃんと自分はこれですよっていうのの写真だ。そうそうそう。うわ。で、これが、まあ、警察が発表したんですよ。公開したの。こういう感じのやつっていうのね。イメージ図で。えげつないね。やってることを。この人たちっていうのは、要はその闇バイトのツイッターで募集してきた人に、全員に自撮りを撮らせて、その後逃げられないようにするための、写真だったと。そうね。で、その中に、まあ、中学生とかも入っていたっていうことで、うん、かなり、僕、まあ、再三言ってますけども、うん、闇バイト一回でも関わると大変なことになるよっていうのが、もうまさに、このニュースでちょっと、ね、発表されてたんですよ。骨までしゃぶられって言ってましたもんね。そう。でもこれもまさに脅しの道具で、うん、もしこのまんま抜けようとするんであれば、お前の住所も分かってるし、身分も分かってると。うん、で、まあ、詰めるぞってことを、まあ、言われて、逃げられずずっとやり続けて、はいはい、結局どっかで捕まって終わるっていうパターンっていう感じなんですよね。うん、で、まあ、これが、ちょっと出てたんで、まあ、闇バイトをまたちょっと紹介しようかなと、うん、あんまり注意喚起も込めてね、はい、やろうかなと思うんですけども、うん、今回に関してはね、ちょっと実はあんまりやるのもためらうぐらい、あんまりよろしくない情報が結構入っているので、情報として知ることがあんまり良くないってことね、うん。うん、どこまでをちょっと話すかって難しいんですけど、うん、まあ、かなり、都市伝説ぐらいの感じで聞いていただけるといいかなっていう感じです。あるかどうかはわからないけど。はい、もうはい。それぐらいの感覚で聞いていただきたいなと思うんですけど、はいはい。だから、死体洗いみたいな、ね。あ、まあそうそう。そんな感じよね。で、じゃあその、僕がちょっとためらっていた、うん、闇バイトっていうのが、はい、お願いします。冤罪ビジネスなんですよ。冤罪ビジネス、うん、うん。冤罪ビジネス。冤罪っていうのは、まあ、要は、うんうん、本当は犯罪を犯してない人が、まあ、罪を被せられちゃうっていうようなことなんですけども、うん、まあ、それをビジネスとしているっていう人がいるという話でございまして、うん、海外でね、たまにニュースで出るものなんですけれども、うん、東南アジアとか、うん、まあ、その辺の国でドラッグを密輸して、うん、で、そのドラッグを密輸したやつが逮捕されて、うん、で、その国では重罪だから、うん、もう無期懲役みたいな、そうそう、終身刑とか、ね、あと、まあ、場合によっては死刑になるっていうニュースが、はい、まあ、あったりするんですよ。うん、で、まあ、実際問題、それが、もう、何件か、日本でももう言われていて、うん、特に東南アジアっていうのは、すごい今ね、今っていうか、まあ、ちょっと前から、ドラッグに対する、うん、まあ、刑を重くしようっていう流れがあるんです、ね、うん、そうそう。少し持ってるだけで無期懲役とかですよね。そうそう。うん、で、2009年マレーシアの事件で言うと、うん、覚醒剤 3.5 キロを密輸した日本人女性が逮捕されて、うん、最高裁での審理を終えて死刑判決が確定しているとかっていうのもあったりするんですよ。で、この死刑判決を受けた日本人女性は頼まれた荷物を運んだだけだっていうふうに主張してるんだけど認められず、うん、それぐらいの厳罰に処されてるっていう感じなんですよ。これのケースで言うと運び屋と間違えられたってことよね。間違えられた。まあ、まあ、実際持ってはいたんだけど、うん、そうそうね、まあ本人は知らずに否定してるっていう状態。使われちゃったっていう感じだ。っていう感じ。あ、それこそ、ま、中国とかでも、日本人の死刑囚が、うん、刑が執行されてるっていうパターンもあったりするんですよ。うん、要は、死刑になったじゃなくて、もう執行されてるっていう、うん、もう、死刑判決下される以上のことが起きてるっていうのがあったりするんで、はい、まあ、東南アジアは特に、ま、ドラッグに関してかなり厳しくやるという流れがあるんですよ。はい、で、この流れ、まあ普通に聞いたら、うん、まあそんなの持ち込むやつが悪いし、うん、そこで、まあまあ、厳罰にするかそれぞれの国次第だから、しょうがないんじゃないって思うかもしれないんですけど、うん、今ね、うん、
まあ、話に出てきたその日本人女性が、うん、私はやってないっていうのが、うん、もし本当だったとしたら、うん、大変なことですよね。だってやってないのに、そう、ね、死刑までされちゃってるんですよ。騙されてるってことだもん、うん、誰かに。それを裏で利用している人がいるかもしれないって話なんですよ、うん、これどういうことかっていうと、うん、東南アジアが厳罰に処するっていうのを分かった上で、うん、日本人のものすごいお金持ちを相手に、うん、闇の旅行代理店みたいのがあって、うんうん、で、東南アジアの、ま、地下、ま、地下エンターテイメント全部パックにしたツアーみたいなのやってたりするんですよ。あ、いわゆる裏風俗みたいなものから、はい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 、まあ、カジノとか、うん、まあそういうちょっと、うんうん、一般的にはちょっと行ってはいけないようなところを組んだお金持ちに向けたツアーがあると。うん、なんかいわゆるダークツーリストみたいなの言われてたりとかするのにちょっと近いですね。そうそうそう。うん、もうまさにそんな感じで、うん、で、まあ、お金持ち専用のツアーを組む悪徳旅行代理店みたいなのがあったりするんですよね。うん、でそれを提供するんですよ、お金持ちの人、うん、でお金持ちの人たちはそういう経験したことがないようなことをしてもらえるからどんどんそれにハマっていくわけですね、うん、である時そのハマった旅行代理店の人に普通に荷物預けたりとかするような関係性になってくるわけなんですよ。でその時にその悪徳旅行代理店の人が何をするかっていうと、うん、覚醒剤みたいなものとかを相当量荷物に紛れ込ませるんですよ。おー、そうなるとどうなるか、うん、もう逮捕された時に、うん、それこそ終身刑死刑みたいなことになりかねないっていうことになるわけですよ。最悪やね。めちゃくちゃやばいじゃないですか、うん、でもじゃあなんでそれをやるんだろうって思いますよ、うん、やったとて何になるのっていう。違うのだって行かないじゃないですか。そうですよね、うん、だってそれをしたところで一人の男が死刑になるだけの話じゃないですか、うん、だし覚醒剤が無駄になるだけじゃないの。そうでしょ、うん、だからどこにもメリットが見当たらないんですよ、うん、普通に考えて。ないない。なんですけどそれをやる意味があるというんですよ。どっからお金が発生するのこれで。これ、うん、実はその、逮捕させて、させていわゆる死刑とか無期懲役みたいな重罪というかな、うん、まあいうものに、させるっていうところまでやって、うんうん、そこまで確定させてる段階で初めて動くんですよ、うん、もう手遅れじゃねって思うかもしれないですけど、うん、それでお金持ちの日本にいる家族に連絡を取るんですよ、うん、で今こういう状態であなたの、うん、例えばまあ、夫が逮捕されてしまいました、うんはい、このまんまだと死刑になってしまいますと、うん、でそれを防ぐためには現地でめちゃくちゃ優秀な弁護士みたいなのをつけてどうにかしなきゃいけませんと、うん、でそれにかかる費用が何千万とかするんですけど、うん、あなたこれ払いますかっていうのを日本に帰って言いに行くわけなんですよ、うん、ただまあそれを言ったとて基本的にはそんなもん知らない男が来て夫が捕まってますよって言われたとって信じるわけないじゃないですか、うん、なんですけどそこに国際電話がかかってきて、うん、本人の口からそうか今もうとんでもないとにかく助けてくれと、うん、金はいくら払ってもいいっていうことを言わせるんです。だって本当の話だもんね、うん、これってオレオレ詐欺とかじゃなくてそうそう、うん、だからそれを聞いて血相を変えて、まあ、銀行に行って大金を下ろしてその人に預けるっていう流れがあると。はぁ、でもこれを聞いててもよくわかんない部分がいっぱいあると思うんですよ、うん、っていうのはだって死刑とかになっちゃうんだったら、うん、そんなお金積んだって結局、うん、ね、入ってくるわけないじゃん。そうっすね。交渉できないじゃんっていう話になるんですけど、うん、ここがポイントなんですよ、うん、これが日本と全然違うところで東南アジアの警察とかがめちゃくちゃ腐敗してるところがあるんですよ、うん、つまり賄賂を渡せば大抵のことがどうにかできちゃうっていう場所がいくつかあると、まあ、全部じゃなくてね、全部じゃない、一部ある、まあそうね、うん、でつまりそこの警察に何百万っていうのを先に支払っておいて、うん、グルになってわざと逮捕させるんですよ、うん、でそれで逮捕させた状態で警察は本物、うん、だから、か逮捕されてるのも本当のことなんだけど、うん、そこからウルトラシーで無罪になって、うん、帰れるっていうことがまかり通ってると、うん、ロンドンハーツのドッキリみたいなまあそうだね、全部本当でみたいな。そうなの、
だから、はあ、その、日本ではまずできないようなシステムが東南アジアのある、まあ、場所では、うん、警察もグルにすることによって可能になってしまっていると。きつ。で、もしこれに交渉に応じなかった場合は、うん、ただ単純にその人が死刑とかにされて終わりなんですよ、うん、だからその人は別に対してそれ以降知りません通っちゃうっていう、でこれがもうすごいのが、うん、まあ、そこに対していろいろやって、儲ける人っていうのは本当に返すんですよ、うん、そのままぶっちゃけ1000万取って逃げちゃってもいいんですけど、うん、 そうですね、それをやるとまたいろいろ調べられたりとか危ないこともあるので、うん、ちゃんとその警察に賄賂を渡して、うん、その中から自分の取り分だけ取って、うん、本当にあの釈放させて返すことによって、うん、自分はちゃんと感謝される立場で い続けられるっていうことでうまく回ってる、うん、そうなんですよ。ですごいちょっとね変わってるパターンもあって、うん、失敗することもあるんですって。え、そのお金払ってるけどってこと？そう、うん、でそれのパターンで面白いっていうのが、はい、超大企業、うん、もういわゆる日本でも有数のすごい大企業のかなり重役みたいな人をそれで一回はめたんです、うん、でそれではめたところで、まあ、全く同じ流れですよ、ね、うん、あの荷物に忍ばせて逮捕させて、うん、でそこで逮捕させてる状態で、うん、まあ、釈放するまでに家族とか会社と交渉するっていう流れを考えてたんですけど、その悪徳業者がそこに話を持っていく前に、うん、会社に連絡が行ったんですよ、うん、でそこで会社の弁護士がすごいスピードで動いて、うん、直接現地に行って、そこで、うん、弁護士が賄賂を渡して解決しちゃったんですよ、うん、中に入れずに解決しちゃったんですよ、こっち全部そう、本来なら、そういうことか、本来ならそこで、うんうん、あの介入してそこで介入した分をかすめ取ってっていう予定だったのに、うんうんうん、そうか、超企業で有料すぎると分かってるんですよ、どうすればいいかっていうの、うん、だから現地まで行ってそこでもあっという間に釈放させて、うん、そこで、まあ、相当なお金がかかったとは思うんですけど、うん、まあ、会社の重役の、ね、ニュースなんか出したくないから、そうそう、そっちのマイナスだもんねっていうのもあって、うん、闇でだからそういう超企業だけはもううまくいかなかったってパターンがあるとか、でそういう、まあ、うん、冤罪屋みたいなのが、うん、まあ、いるということなんです。ただ、まあ、ちょっと今は若干それが、うん、あの下火になってきてるらしいんですよ、うん、それなんでかっていうと、代理店の人がやっている行為自体がパクられてきてるんですよ、うん、あ、もともとがもうそのダークツイスト組んでるところが、うん、というか、その冤罪にわざとして、はい、でそこで有料な、なんか、うんうん、あの弁護士を雇ってっていうやり方自体が現地の方でパクられてるんです。あ、う、あ、ん。だから現地人の人が、その警察、元警察とかでグループがあるんですけど、うん、そのグループの人たちが、まあ、そういうコネを使って、そっかそっか、で、直接その日本人のやつに連絡すれば、うん、俺らがやってやるよってことで、うんうんうん、そこからお金を引っ張り出してやっちゃうから、うん、もう日本のその悪徳代理店が挟まる隙間がなくなっちゃって、うんうんうん、で全部もうそのやり方だけパクられちゃって、うん、自国で全部自国でやってるっていう話らしいんですよ、ね、うんうん、パクられるが俺捕まるのかって感じがしてたあのパクられるっていうそのシステム、真似される、ね、真似されるっていう、そうそう、うん、っていうことで今は現地の人がまあまあやってることが多いらしいんで、うん、よくわかんない現地のツアーとか行って、うん、もしそういうことになっちゃったらそれはもうはめられているかもしれないっていうことなんですよ。もう一個いいですか、東南アジアの、はいはい、東南アジアってシャブって言ったら伝わるんですよ、うん、ほう、なんでか知ってますこれ、シャブってその覚醒剤の意味で伝わると、なんでか知ってます、なんでだろう、日本人がいっぱい来るからってこと、いや違うんですよ、日本人が持ち込んでるんですよ、うん、ほう、元々のルーツをたどっていくと、うん、東南アジアに覚醒剤とかシャブって言われるものを持ち込んだのって、うん、その要は金持ちとかじゃなくって、うん、貧困層に広めたのって、うん、日本人だって言われてるんですよ、うん、だからシャブが伝わるって話してましたよ、へー、うん、じゃあまあまあ、まあ、そもそも今はね、あの東南アジアでも一角でとんでもないところがあるんですよね、うん、あのケケシの畑みたいなところとかがあるんだけど、うん、そうですね、ありますし、あとなんかやっぱ見てたのがね、うん、雑誌やらテレビとかでやってんの見てると、うん、なんかこんなところで取引するんだっていうのが、うん、あの家族がいるとこでやるね、
絶対こんなところではやられないだろうっていうところでやるんですよ。だからもう子供が大勢いる前で薬のやり取りみたいなのしてて、驚きましたね。ここやったらやられんだろうって思ってんのか。驚きました、それはもう、ほんまに。まあだから感覚がね、ちょっと日本とはやっぱり違うし、そうですね、危ないんですよね。驚いた。だから意外と日本でね、お金持って、東南アジアで安く遊べるからっていうので結構行く人多いんですけど、ね、もしかしたらそのね、担当してる人が悪徳だった場合はとんでもない目に遭うかもしれないという、闇バイトというかな、みたいなお話でございますので、ぜひちょっと海外旅行行く際は気をつけていただければと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで我々サブチャンネルもやっております。としみなきチャンネル、ぜひそちらも登録お願いします。はい、お願いします。さらに、我々ニコニコチャンネル、としぼりさんの秘密クラブというのもやっております。こちら、入会していただければ、ありがたいと思います。はい、お願いします。次回は24、25、はい、クリスマスやります。ぜひお願いします。はい、我々1億人突破を目指してやっておりますけれども、我々1億人突破しましたら、もうあれですよね。何何でも業種手伸ばしていいと思うんですよ。もう別にね。だから旅行代理店やりたいなと。あ、都市伝説とかのってこと？だからもうちゃんとした、健全なるドラッグツアーをやらせていただきたいなと。ねえのよ。健全なドラッグツアーね。だからそれってさ、多分、薬局回るとかよ。あ、そうか。ほんまに健全なやつって。いい。誰がおもろい、ね、のやつをね。でも1店舗目で集まるやろ。大体。まあ、ホラーとか、寿司伝説のね、ツアーってあんまりないんでね、そっちはちょっと本当にやりたいなと思って、それはいいですよね。ぜひお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。